はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直です。今日は偏差値 65A の算数、えー、整数の問題をやってみましょう。えー、この中学受験さくららチャンネルは、えー、中学受験の全教科、全科目、全単元をいつでも、どこでも、何度でも理解し直せるというコンセプトで作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、メンバーシップお願いします。さあ、では早速やってみましょう。 一問です3桁の整数 A があります。A の約数は3個で A を150で割って小を整数まで求めた時の余りは B になります。また B を39で割って小を整数で求めた時の余りは1です。さあただし B は1ではありません。このと A を求めなさいと いうことなんですよねさあ、えー、条件整理していきましょうさあ3桁の整数何百何十何という整数なんだとでそして約数は3個しかないさあ約数3個っていうとねこれどういうことかっていうとね例えば9なんかそうなんだよね3桁じゃないけどね 9のように 3×3 っていうふうにね、素数を2回掛け合わせてると、えー、約数が1、3、9と3つしかないわけです。ね、で、同じように、えー、考えていくと、この3桁の約数も素数を2回掛け合わせてできたものだってことがわかるわけです。ね、それはもう間違いないんですよ。で、さらに、 これが A、ね。で、この A を150で割ったら余りが B になる。さあ、A を150で割ったら、なんちゃら余り B になると。さあ、こっからわかることは何かっていうとね、例えばこ答えが1だったら 150×1、150たす B が A なんだと。 2だったら1 5 0ける2 300足す B が A なんだと。ね。3だったら 450× かける、足す B なんだと。だから4だったら600足す B、750足す B、900足す B。まあ、ここまででいいでしょうね。これぐらい候補がもう絞れちゃうわけですよ。で、そしてさらに B は、 えー、39で割ると整数で求めたときに余りが1になるさらに b はどうかというと b は b をね、えー、39で割ると余りが1になるとってことはねここが1だったら b は 39×1+1 の40ですよね2だったら 39×278+179 です 3だったら1のですのでこれぐらいでいいでしょう。さあここまで絞れるわけです。もう一回整理すると約数3つということは A は素数を2回掛け合わせてできたものっていうことね。でそして、えー、その次に A は150で割ったら、えー、余りが B になる。 で、そうだとすると150足す B、300足す B、450足す B っていうね、150の倍数に余りの B を足したものになる。で、そして B は39で割るとね、1余るから、B は40か79か118あたりなんだと。でね、だけどね、これね、B はね、えー、これおかしいんですよね。ここは全部0つけ足すでしょで、足す B をするときに、 えー、素数を2回掛け合わせたものですから素数を2回掛け合わせるっていうことはね全部素数って奇数でしょ奇数に奇数掛けるから絶対に A は偶数ありえないわけです絶対奇数なわけですよ。ね、だとすると B が 40150+40 とか 300+40 しても絶対偶数ですからこれ偶数はありえないんだよね。とともう B は79だなっても決まっちゃうんですよ。 絶対に奇数、奇数だから。ね。で、その上で、えー、B が79と確定しました。79を B に入れます。ね。はい、じゃあ229。さあ、素数を2回かけたらなるでしょうか。ね。まあ、15かけて15が225ですから、絶対ありえないね。さあ、な、B に79入れ、300のときの場合、379です。さあ、379。 ね、さあ 19×19 19っていうのはありますけどこれ絶対981だからこれもダメだねさあ 450+79529 ですさあ529ねねこれ9だから絶対3なんだよね1の位がねで23ぐらいだなと仮定してやってみると、えー、サザンが923が6で8えー、64500 えー、あれ何かおかしいあこれ49かごめんサザンが969だねごめんごめん529になるでしょだから A は529だと分かるわけです、ね、ちょっと確認してみましょうか529ってのは 23×23 23ねで、えー、そして150で割ると えー、529を150で割ると3余り79になるねで79を38で割ると2余り1になるねね,ねえー、っていうふうになるわけですいいなと思ったらチャンネル登録メンバーシップお願いしますでは今日はここまでにしましょう